We're back on Scarlet Nexus again, which is about a month actually. I didn't play what it is. Well, about nearly a month, to be honest. So we have the mission. Well, kind of a mission, and I literally abandoned. Well, almost not abandoned, but yeah, on the phase 9. Literally on the phase 9. I need to finish the phase 9 about this week. I think about this game, each story have how many phases though? The phase they need to finish 12 of them. Well, I don't know, it's just 12 of them I need to finish out. So, well, let's start the game because before I gotta check, yeah, I ran out of brain points actually. Maybe it's just fun. And I've used all of those for this system. I use all the system, the SAS system. I don't know, this is a concurrent and SAS activation system. Not to use all of them. So I need a snow plot equipment for that. So let's get started on the game, shall we? が目を覚ましたわよ。体調も問題ないみたいだぜ。早速話がしたいってさ。なるほど、大体の事情は分かった。クナドゲートの成長に渡月橋の正体と企みか。本当によくここまでの情報を掴んでくれた。今の私たちがまずやるべきことは渡月の計画を阻止することね。放っておいたらまた俺たちに追手がかかって関係ない一般の人たちにまで被害が出るかもしれない。だが何か策はあるのかい？そうね、一つ提案があるの。渡月の制御コンピューターベイブを停止させるというのはどうかしら。レッドストリングスの研究も計画の実行も全てはベイブありきのものだから。ベイブを停止させることができれば渡月の計画自体を阻止できるということか。分かった。今状況に対し最も的確な判断ができるのは君たちだ。僕もその考えに従う。渡月のことは君たちに託すことになってしまうが、僕にできることがあれば何でも言ってくれ。それではニューヒムカ政府に掛け合ってセーラン臨時政府との間を取り持っていただけませんか。ニューヒムカ政府は混乱状態です。それを落ち着かせるだけでも渡月の動きは制限されるはずです。つまり両政府に休戦協定を結ばせればいいんだね。政治家が渡月に抱いている潜在的な不安感、不気味さをうまく煽ればきっと首を縦に振るさ。そうだね、やってみるよ。僕は政治家ではないから政府がどこまで聞く耳を持つかわからないが、せいぜい連隊長の立場を活用させてもらうよ。よし、早速交渉の準備を始めるとしよう。吹雪、無理はしてくれるなよ。姉さんこそ、そっちは任せたよ。スオとセイランのことは吹雪連隊長に任せて大丈夫そうだね。僕たちは渡月への潜入だな。どんな作戦で行く？そのあたりはカゲロウと強化が持つ情報を参考に策を練ってみることにしよう。ああ悪いんだけどさ、その役目強化お姉様に任せちゃっていい？ユイト、渡月に行く前にお前に話したいことがある。いいけど、なんだ？
気づいてるんじゃねえの。おっと、悪いが場所を変えさせてくれや。そうだな、菊千葉で待ってる。お前のいいタイミングで来てくれ。かけろ。ごめん、俺ちょっと行ってくる。作戦のことは任せるよ。あ、ゆいた。待って、花火、それからつぐみたちも。あなたたちに話さないといけないことがあるわ。なんだ、カセネまで。カゲロウの件ですね。聞きましょう。カゲロウの話って、やっぱり、いや、聞いてみないとわからないよな。カゲロウはどこにいるんだろう。上層に行ってみるか。えい、
える。悪いな、こんなところまで呼び出して。話って？お前の父親、ジョー・スメラギ評議会議長のことだ。まさか未だにカサネちゃんが殺したとは思ってないだろう。議長を殺したのは俺だ。本当にお前が？そうだよ、この俺が殺した。今まで黙ってて悪かったな。なぜだ？なんで、なんで父さんを殺した？答えろ、かけろ。別に議長に恨みはねえよ、俺自身のためだ。わかりやすく言えば、まあ保身だな。それに俺の超能力ってほら、いかにも暗殺向きだし、そういうお仕事担当っていうかさ。ふざけるなよ、ちゃんと全部説明しろ。だから言ってるじゃねえのよ、悪かったってこうして自白してんだろう。もちろん俺を許せないってのはわかる。どうしてほしい？どっかに消えろってんなら従うぜ。これがお前のやり方か。ああ、そうだ。所詮俺はこういうやつなんだよ。なら、俺も俺のやり方で決着をつけさせてもらうぞ。おっと、そう来るとはね。まさか本気じゃねえだろ、いい子ちゃん。ちマジでやろうってのかよ。戦え、かげろう。俺は本気だ。いや、そっちがその気なら俺も手加減できねえぞ。望むところだ。お前の本気覚悟しろ、見せてみろ。逃がすか。それ、いや、覚悟しろ。そんなものか。危なかったな。どこだ。せいや、いや、どうやるか。立てや。まだ戦える。手加減はしねえ。
ればこんなところで。お前ねえんだよ。どこだ。敵のはずだ。逃げようとしても無駄だ。お前、その力は親父の仇。冗談じゃねえよ。俺はまだ死ねないんだ。待て、ユイト、今はまだ殺さないでくれ。ここで死んだら、あの子のために2000年やってきたことが無駄になる。やっと本音が出たな、カゲロウ。何？お前、まさか最初から。こうでもしないとお前は本心で話してくれないだろう。まあ、ぶん殴りたかったのも本当だけど。お前マジかよ。俺めちゃくちゃダセーじゃねえか。本当のこと話してくれるよな。ああ、ユイト、カゲロウ。まだ話の途中だったかしら。カゲロウ、怪我見せて。手当てする。つぐみちゃん、悪いな。みんなも聞いたのか、親父のこと。うん、カサネが話してくれた。ユイト、その大丈夫？まあ、今はなんとか。親父の事件のこと話してくれ。そうだな、どこから始めるか。ねえカゲロウ、私も知らないから推測になるけれど、トゲツからの命令だったんじゃないの？その通り。俺は任務のためにトゲツからスオウへ送り込まれた暗殺者だ。なるほど、セイラン政府からの依頼ではなかったのか。スメラギ議長は過去の議長たちと違ってトゲツに不信感を持ってたらしい。それで危険因子と判断されたんだよ。トゲツのために暗殺を実行したのか。トゲツのベイブの計画を潰すために、俺自身が不穏分子として疑われるわけにはいかなかったんだ。だから保身なんだよ。そもそももう少し俺がうまく立ち回ってりゃ、暗殺なんてしなくてもトゲツの目をごまかせたんだけどな。だからスメラギ議長には申し訳ないと思ってる。けじめをつけろって言うならそうするさ。だがトゲツの剣が片付くまでは待ってほしい。虫がいいのは承知だ。頼む。あの子って誰だ？それが理由なんだろう。まあ、その話をしないわけにはいかないよな。俺には月に残してきた家族がいる。妻と娘がな。妻とは地球への移民事業の中で出会って娘が生まれた。移民がなかったことになれば娘の存在もなくなる。そんなことは絶対に許せねえ。
だからレッドストリングスを使わせるわけにはいかないんだよ。娘さんの存在を守るため。2000年も前の話だ。もうとっくに亡くなってるはずだし、何をバカなことと思うだろうな。けど俺の家族が、あの子が確かにいたって事実まで消させたくはなかったんだよ。あなた、それほど大事な家族をなぜ月に置いてきたの？一緒に地球に移住すればよかったじゃない。ただの移民ならな。俺は移民団に紛れた工作員だ。地球の再開発を失敗させることが目的のな。なぜです？月は千年もかけて地球環境を整えたはず。完遂間近になって失敗させるなんて。それは月の状況が変わったからかしら。確か宇宙から何かが飛来したっていう。教科もそこまでは知らないのか。ちょっと長くなるが、2000年前の昔話をするぜ。ヤクモスメラギたちが移民団として地球に渡った頃だ。ある彗星が月の近くを通過していった。彗星は宇宙空間に未知の物質重粒子を残していった。その物質が重力の関係で月と地球に降り注ぎ始めた。地球はまだほぼ無人の星だ。影響は未確認だったが、月では人が化け物になる疫病が確認され始めた。人が化け物に？それってまさか。そうだ、怪異化だよ。重粒子に生物が触れると異形の姿、怪異に変質しちまうんだ。当時の地球再開発は重力制御の最終段階に入っていた。これを狂わせれば月に重粒子が降下するのを防げると、月陣営の計算では結論付けられた。で、俺はその密命を受けた工作員だったってわけだ。しかし、すでに地球にはヤクモスメラギをはじめ移民団がいただろう。彼らは見捨てられたというのか。ひどい話だよな。だが現実は月の思惑通りにはいかず、ヤクモたちの抵抗もあって作戦は失敗した。そして月はプラン B を発動した。重粒子を地球へ押し付け囲い込み、俺たちが月へ戻ってこられないようにしたんだ。重粒子で地球を囲う、それが断絶の帯か。月の宇宙技術は我々の何歩も先を行っているようだ。当時の月人口は飽和状態で、すでに多くの人々が地球へ渡っていたそうよ。口減らしの意図でしょうね。俺は月からも切られ、地球にとどまるしかなかった。その後の月がどうなったのかはわからない。開花が広がっているかもしれないのね。お姉ちゃんと同じような人たちが。それでも家族は無事だと信じ、月へ戻ることを夢見て、俺は渡月の一員になった。何度もコールドスリープを繰り返しては起きて、同志と交代で断絶の帯を突破する方法を模索していたんだ。だが何度目かに目覚めたところで、渡月の奴らが方針を転換していたことに気づいたってわけ。歴史のリセットなんて納得できるわけがない。だから俺は獅子神虫の虫に転身したってオチだ。話は分かった。親父が政府を主導してやってきたことには間違いもたくさんあったと思う。でも俺にとってはたった一人の親父なんだ。親父を殺したことはやっぱり許すことはできない。けどだからこそ
家族の存在を消したくないって気持ちはわかる。だから一緒に渡月を止めよう。俺は一生カゲロウを恨む。でも一緒に渡月に立ち向かっていくことはできると思う。それでいいのか？ああ、それに俺だってどこかで間違えてたら、目的のために望まないことに手を染めてたかもしれない。だからほんのちょっとだけどさ、わかるような気がするんだ。お前、俺なんかよりずっと大人だな。いや、俺がいつまでもガキすぎるだけか。結局お前に決めてもらっちまったな。情けねえな。渡月を止めるために俺にも協力させてくれ。話はまとまったかしら？カサネ、お前にも迷惑をかけたな。悪かった。急に塩らしくなるのも気持ち悪いわね。カサネ、ごめん。親父のこと犯人だって疑って。いいえ、黙っていた責任は私にもあるわ。ユイトを殺そうと考えていた時、私のことを恨んでくれた方が決意が鈍らなくて済むと思ったから。そうだったのか。だからあなたが謝ることなんてない。うん、わかった。それじゃこの話はここまでにしよう。みんなも思うことはあるだろうし、俺だって何もかも整理できたわけじゃないけど、今はやるべきことをやろう。全員で力を合わせてさ。ユイトにそう言われてしまったら、僕たちはこれ以上何も言えませんよ。さて、では本題だが、我々は一刻も早く渡月に向かい、ベイブを停止させるべきだろうね。渡月への潜入についてだが、俺の超能力で全員を透明化するってのはどうだ？私やカゲロウの裏切りは承知されていると想定した方がいいとは思うけれど、しかしあまり検討する時間もありません。危険ですが、カゲロウの案に可能性はあると思います。渡月だってまさかこの少人数で攻めてくるとは思っていないはず。奇襲になると考えましょう。よし、やろう。まずは比叡の山を登って渡月の近くまで行こう。ヒヤヒヤさせるなよな。ユイトとカゲロウ、二人とも無事でよかったわ。心配かけてごめんな、マタル、ハルカ。ありがたくもらっておこう。
が役に立ちそうだ。ユイタ、さすが。複製能力を使って。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベッドになるぞ。ユイタ、任せろ。終わりだ。やっちまえ。倒れる。あいつの硬い外殻を壊すには何かでかいのを叩きつけるのが良さそうだぞ。よし、ユイタ、念力だ。そこを疲れると弱いみたいだな。
ってかなりレアものじゃないか。立て直そう。ありがとう、助かった。電気を使った攻撃は要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。さすがにつぐみちゃんにも愛想つかされちまったよ。カゲロウに来たことは聞いた。畳みかけるぞ。やったか。狙えるぞ。終わりだ。でもカゲロウと友達であることは認めないから。畳みかけるぞ。友達か。そんな風に呼んでくれる相手ができたのは何千年ぶりかな。ありがとう、つぐみちゃん。やっちゃってよ、いた。ようやく壊れた。よし、行こうか、みんな。なんつうか、過酷な場所だよな、ヒエノさん。みんな、ご苦労さん。氷も雪も、しばらくは見たくないな。俺は寒いの苦手だから、もしユイトたちと同行してたら、散歩くらいで動けなくなりそうだぜ。馴染みの顔がいる方が安心できるのか。俺は構わんがな。渡月までもう少しね。カゲロ、そろそろ。なんだ、地震。この揺れ方、クナド高速で起きた大地震と似ていないか。収まったようだな。みんな、大丈夫か。たった今クナドゲートが一時的に異常な数値を叩き出したぞ。ニューヒムカ全土、地震のような揺れが襲っていたわ。今くらいの揺れなら大きな被害はないと思うけど。こっちも大丈夫。ヒエノさん自体に大きな崩れは起きてない。やっぱりクナドゲートの影響なんだな。ねえ、渡月はクナドゲートのこともきっといろいろ研究してるはずだよね。ええ、ベイブを提出するついでに役立ちそうな情報は根こそぎもらっていっちゃいましょう。ユイト、そういやお前最近頭の方はどうだ。超能力に違和感あったりとかしねえのか。え、いや特には。みんなに記憶をもらってからは頭痛も全然ないし問題ないよ。なんでだ。ならいいんだけどよ。お前と戦った時に、なんつうか異常に超能力が溢れてるような感じがしてな。単に感情が高ぶってたからかもしれねえが、そういうこともあるのかね。超能力が感情に左右されるのは事実です。しかし、もしそうでないとしたら。能力が減衰する前兆現象という説もあるね。
消えつつある能力が一時的に異常に高まるらしい。それはつまり俺の能力はなくなるってことか。脳の加齢に伴ってごく稀に観察されるものらしいわ。今のユイトに起きるようなものじゃ。はい、ただユイトの脳はこれまで大きなダメージを受けてきましたし、それに俺はもともとベルペッパーだから、普通の人の脳とはもしかしたら事情が違うかもしれないしな。どういうこと？あなたがベルペッパー？あ、そうか、カサネたちにはまだ話してなかったっけ。子供の頃の実験で超能力者に。まさかお前がベルペッパーだったなんて。なあ、俺の超能力はどのくらい持つと思う？今日明日にもどうにかなっちまうとか。そんな急激なものではないはずよ。症例が少ないから確かなことは言えないけれど。そもそもそうと決まったわけじゃないでしょ。推測の域を出ない話じゃない。分かったよ。緊急にどうこうじゃないなら今は考えないようにしておく。なんか俺の話で余計な心労を増やしちまったな。悪いな、ユイト。あんまり気にするなよ。いや、自分じゃ気づいてなかったし、どっちにしろ言ってくれてよかったよ。そうか。ところで、そろそろ周囲を警戒した方がいいんじゃないかしら。トゲツが近いわ。よし、俺様の超能力の出番だな。ええ、お願い。このままトゲツに潜入するわよ。ユイト、さっきのカゲロウの話気になるよ。本当に体調は平気なの？ああ、なんともないよ。今すぐ超能力がなくなるわけでもないみたいだし、様子を見るしかないかなって。うん、でも無理だけはしないでね。ユイト、私たち同じ超能力だけど、サスも有効活用して。はあ、さすがにこの人数で連続使用は応える。思った通り、中の警備は手薄みたいね。よし、このまま一気にベイブのところまで。来る、トゲツのデザインチルドレン。おもてなしの準備は万端ってか。突破するしかない。しかし行く手も退路も塞がれてるぞ。それでもどうにかするのよ。今を逃したら次はもっと警備は厳重になる。瞬間移動を使います。この人数を？それにベイブの中がどうなっているのかわからないわよ。位置は分かってますし、ここはかけるしかありません。重ねの言う通り、多分次はない。ベイブの近くまで行ければ相手も無茶はできないはず。だったら一か八か飛びましょう。分かった、俺はルカを信じる。
あの慎重なルカがここまで言うんだ。腹をくくろう。ルカ、やってちょうだい。行きますよ。ここはベイブの入り口だな。よかった、成功して。さすがルカだね。でもちょっと休んだ方がよくない？ いえ、ありがたい申し出ではありますが、そんな余裕はなさそうですよ。ん？あ、カイがどうして？おい、ハルカ渡る。ち、やっぱりサイネットは遮断されてるのか。カイがいる理由はわからないけど、さっきの状況に比べたらマシだわ。ああ、数は少ない。一気に倒すぞ。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。力不足を認めたか。僕の超能力のおかげだな。よろしく強化。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。来い。次だ。ビーター仕留めよう。いいタイミングだ。周辺に怪異の気配はない。やばいな。まさかベイブの建物内に怪異をばらまいてやがるとは思わなかったぜ。カゲロウも知らなかったのか。いや待て、ばらまくとはどういう意味だ？怪異を捕らえて連れてきたってことか？それともスオウと同じく怪異化技術を？この前話した重粒子をトゲツは保持しているのよ。それを使って怪異を作ったんだわ。こんな風に使われるのを見たのは初めてだけど。意図的に生物と重粒子を反応させてここで怪異を生み出したってとこだろうな。ベイブを停止させるにはとりあえずこの奥に進んでいけばいいのか。ごめんなさい、内部構造の情報は持っていないの。多分どこかに中枢機関があるのだと思うけれど、前にユイトが乗っ取られかけた端末はベイブの表層の情報にしかつなげないやつだしな。了解よ。とにかく先へ行ってみましょう。みんな大丈夫か？感謝するわ。これでまた戦えそうよ。これでよし。
Alright, time to save the game. Alright, time to save the game in first. I gotta do it here later on the next video. Well, I will do it in the next video on the map in it is called Babe. So I don't know why is it called Babe because of the objective was. So thank you so much for watching this video. Be sure to smash a like, subscribe if you're new, and subscribe if you are new, and follow me Facebook, Twitter, and Instagram. The link in the description box below. And see you guys soon. Assalamualaikum and goodbye.